マリア・ムトラはモザンビークの陸上競技選手である。オリンピックや世界選手権において数々のタイトルを獲得した選手である。ムトラはマプト州のジャマンクロ出身である。鉄道員の父と商売を行っていた母との間に誕生した。小さい頃はサッカーの選手として才能を有していたが、モザンビークには女子のチームがないため男の子たちと一緒に行っていた。 1988年、彼女はソウルオリンピックの前に開催されたアフリカ陸上競技選手権大会に出場し、800メートルで銀メダルを獲得する。その後、ソウルオリンピックの女子800メートルに出場し、2分4秒36の自己ベストを記録するも予選の再開であった。この時まだ彼女は15歳であった。1991年に、 東京で開催された世界選手権に出場した。この大会で、ムトラは1分57秒63の世界ジュニア記録を樹立して4位に入賞し世界を驚かせた。この時は、最後の数メートルのところで、ルーマニアのエラ・コバックス選手と接触し、コバックス選手はゴール前で転倒してしまった。また、優勝した、ディリア・ヌルトディノワ選手もバランスを崩したムトラ選手に、 押されて、ゴール後に転倒してしまうという激しいレースであった。1992年バルセロナオリンピックにも出場した。この大会は彼女にとって、また、モザンビーク発のメダルの期待が高まる大会であった。しかし、最後の直線で彼女は失速し、金メダルのオランダのエレン・ファンランゲンに抜かされ恋に終わってしまう。また、バルセロナオリンピックでは、 彼女は唯一となった1500メートルにもエントリーし9位という結果であった。バルセロナオリンピックの後に開催されたワールドカップでは800メートルで金メダルを獲得し、この年ファンランゲンに勝った唯一の選手となった。この後何年間かは女子800メートルはムトラの独占場となった。1993年、1995年の 世界室内選手権を制し、1993年の世界選手権は2位に2秒以上の大差で圧勝した。1995年の世界選手権は準決勝で走路違反により失格したものの、その数週間後に今度は1000メートルで女性初となる2分30秒の壁を破る世界新記録を樹立した。百九十六年アトランタオリンピックでは、ムトラは、 絶対的な優勝候補であった。1992年から続けていた800メートルと1000メートルの連勝記録も40を超えていた。しかし、オリンピックでは風から来る体調不良により、スベトラーナ・マステルコワとアナフィデリア・キロットに次ぐ銅メダルに終わってしまった。同じ年にはマステルコワ2000メートルの世界記録も破られてしまった。2000年シドニーオリンピックでムトラは ライバルと目されていたステファニー・グラフやケリー・ホームズを下し初めての金メダルを獲得する。彼女はオリンピックで金メダルを獲得した後、モザンビークに帰国した。母国では大勢の群衆から彼女は祝福され、モザンビークの首都であるマプトの通りには彼女の名が付けられた。ムトラは2004年アテネオリンピックの800メートルでも女性として 初となる連覇を狙っていた。しかし彼女は太ももを怪我していたため、結果はメダル獲得ならず4位という結果に終わった。ゴール直前まで金メダルを獲得できる位置にいたが、金メダルを獲得したケリー・ホームズら3選手に追い抜かれてしまった。ありがとうございます。